中学生。すごいね、早いね。早いね。もう反抗期も始まり、声変わりもしてくるんだろうな。ちょっとこの間声がね、何？大人っぽくなってたもんね。え、本当？うん、なんかこう YouTube をさ、なんかゲーム実況の YouTube をさ、なんか遊びで撮りたいっつってさで、かわいいよね。ね、で、俺の個人のさ、アカウントでさ、限定公開でさ、撮ったんだけどさ、なんかこう、じゃあ挨拶してとかさ、どうもこんにちは、庄司虎之介ですとかつってさ、その声がなんかもうちょっと大人っぽかったもんね、まあよそ行きの声を出したのかもしれないけど、いつものあの高いさ、高めだからね、うちはみんな、あ、なんか寂しくなっちゃった。あのね、全然喋らないゲーム実況の YouTube ね今もう始まってるから挨拶して。こんにちは、庄司虎之介です。今日はスーパーマリオブラザーズワンダーをやっていきたいと思います。だって私お風呂入ったらさ、なんか普通になんとかなのとかって言いながらさ、階段の方に、ともちゃんの部屋あるじゃん、でこうやって行ったらさ、お父ちゃんゲームして、あ、やらせてもらってんだ部屋でって思ったらさ、思ってただけだったの、普通に無言でやってるからね、でそう、あとあとその配信っていうか、してたんだよとかって言って、えみたいな、私めっちゃ風呂上がりじゃんとか言ってたら、限定公開、ああ見に行ってたんだ、入ったんだ。いや入るまでも行かないんだけど、でもその画角だったら入ってるよねって感じだったからさ、でも無言だからそんな配信してるなんて思わんし、あ、ゲームやってんだって言ったら、やらせてもらってるみたいな感じで言ってたからさ、別に配信してるよとかも別に何も言わないからさ、無言のゲーム配信、怖いよ、ゲーム実況、怖いよ、実況なしのゲーム姿そっか、中学生か、早いね、早いよ、ほんと早い、すね毛もちょっと濃くなってくるし、なんか寂しいよね。寂しいでしょ、ともちゃんが一番寂しいんじゃない。なんだろうね、でもね、今も大変だけど、この、あの頃楽しかったなってもうすでに思う。そうだね、だからよくさ、子育て終わった人とかがさ、あの頃こうしていけばよかったとか、なんかあっという間にあの時間終わっちゃうんだなって思うから、本当今すごい幸せな時間だからもう噛み締めてみたいなさ、言う人多いけどさ、でも多分その人たちもさ、自分が子育てしてる時はさ、こういっぱいいっぱいだったんだろうしさ、まあ過ぎてみて都市伝説かのようにずっと言われ続けてるじゃん。言われ続けてるね、それは間違いないしね、今でこそっていうか今もまさに思うしさ、あの時に、あ、言ってあげたらよかったのかなとかさ、もっとこれやればよかったなとかね、そうでもとはいえさ、今の現実って思うとさ、日々が大変じゃん、バタバタしててさ、その瞬間瞬間をさ、すべて噛み締めてるかって言ったらさ、噛み締めてる暇なかったりするじゃん、もういい、早くしてみたいな、現実はね、もうそんなことやってないで、早くお風呂入って、
一日って24時間で足りないよね。中学生か。この6年間がこんなに早かったらもっと早いだろうな。6年間早かったよね。つーたんなんてあっという間に次3年生でしょ。本当だよ。そうだよ。つーたんにおいてはさ、もともとちょっとしっかりしてるからさ、うん、なんかまだ2年生なんだって感じするよね、うん、4、5年生のしっかり具合だよね。なんかね、うん、よかったみたいなね。ある意味まあ頼られてさ、うんうん、本人が嬉しい時もあればさ、うん、頼られすぎてさ、うん、損してる部分もあるもんね。そうだね、うん、できちゃうからこそ、そう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 、頼んじゃうじゃん、うん、本人はもうちょっと甘えたいのかもしれないけど、だし、まあ今やりたくないって時だってもちろんあるだろうしね、うん、なんでツーターばっかりとか言うのね、たまに。たまにはトラちゃんにも言ってよみたいなお風呂のボタンを押すのたまにはトラちゃんにも押させてよとか言って。中3の年だからね、うん、入っちゃうよ。入っちゃうよ。自分が中学生の時どんなのだったかな。でこれ同時に自分も年取ってるからさ。いや本当だよ ね、怖いよ年取るのがね、怖い。怖いのかよ。怖いよ。なんかどんどん体も動かなくなって。いやいや聞きたくねえわもうお昼寝挟まないと起きてらんない一日って。もう辛いよ。膝が痛い、どっか痛いって出てくるわけでしょ、うん、自分の親たち見てたらさ。まあそうだね。どっかしらなんか違和感感じながら生きてるからね。あ、そうそうそう、うん、あ寝起きさ、ちょっとなんかあれだな。 100% 元気なんてないわけじゃん、もはや、うん、ね、子供はもう意識がないからね、そういう。そうだね、うん、元気かどうかなんて考えてないもん、ね、考えてないから。今日疲れてるなとかね、ないから。そんなのないよね。でもその裏にはこっちがコントロールして寝かしてあげてるってところがある。いやいやえ、そうじゃない。いやいや、疲れたら 寝るしさ、まあ、一番いい形なのかもね。そうだね。もう野原に帰りたい私も。そうだね。夢中でこう走って、うん、疲れたら寝るっていう。うん、夢中で働いて疲れて寝る、夢中で働いて疲れて寝るが一番こう健康的かもしれない、うん、でも夢中で働いて疲れて寝るじゃさ、働くってやっぱり大変じゃん。なんか働いてるのに楽しみがないじゃん、もう本当にそれって。まあでも子供もさ、夢中で学校行って、うん、遊んで疲れて寝るのかな。偉いよね、毎日学校行ってさ。大変だよ、あのランドセルしょってさ。私だったら耐えらんないな。あれめちゃめちゃ重たいからね。重たいしさ、毎日同じところ行くなんて耐えらんな私。いやいや、みんなそうやって言ってんだよ。言ってたんだけどね、私も。6年間長いなと思って言ってたもん、だって小学生の時。中学生はあっという間だよね。3年だもん。何する？どんどん一緒にいろんなことできなくなる。本当だよ。とは言いつつ、トラちゃんに限っては行く、一緒に行くって言ってくれそうだよね。ってさ、言ってくれそうって思ってて、うん、来なくなった時の寂しさがあるから、うん、だからそんな風に初めて来ないって言った時めっちゃ言うだろうね、うん、なんで行かないの行こうって言ってんじゃんっつって、もうどこも一緒に行かないからねとか言ってねえ、いいのねそれで。なんかちょっとこうね、なんか買ってあげるからとかさ、う
言いながらこう連れていくんだろうね、みんなね。そうだよ、もう釣って、ね、釣って釣ってだよ。じゃあ、あれ買いに行こっかとかつってさ、うん、あれ欲しいって言ってたじゃんとか言うのよね、うん。でもね、ずっといられてもね、ね、勝手だよ。あれで親としては別にずっといられてもいいんだよ。でもなんかその一人前に自立するっていう意味ではさ、なんかどっかで家を飛び出してね、ね。でもね、東京に親が住んでたらさ。出て行く理由ないもんね。でも出てったんだもんね、ともちゃんもね、東京なんか。本当にさ、赤の他人街出てさ、うん、おじさんとかおばさんとかさ、うん、普通のお姉ちゃんとか お兄ちゃんとか見てさ、うん、なんか全く関係ない人だよ、うん、普通のその人、歩いてる人みたいな、歩いてる人とかをさ、うん、ふとさ見てさ、うん、この人もなんか親がいて、うん、なんか親は親で、うん、元気にやってんのかなって今思ってたりすんのかなって思ったらさ、うん、目頭が熱くなっちゃってるし、ジジじゃねえかよ。もうワープのやつじゃん。え、ワープのやつじゃん、うん、なんか一人でなんかこう、あ、この人にも親がいてとかさ。そうだよね、なんかそういうのがあんだろうなと思うとさ、うん、あ、そうだよなって思ってる。そうだよね、ほんとね。ね。うん。おじさんとか見て、あ、この子も、この人も、子供の時なんか欲しいものわがまま言って、うん、我慢しなさいとかって言われたのかなって思ったら、ね、目頭が熱くなっちゃう。泣きに行ってんじゃん、もう。みんなそうなのかなって思ったらさ。そうだよね。でもみんな大して変わらないよ。そうだしさ、トラちゃんとかこういう感じになるのかなとかさ、なんかそう、あとさ、トラちゃんがさ、ね、もう、うん、60歳とかさ、70歳とかのやつってさ、見る可能性がないじゃん。見えないよね、うちらが。あ、なんか子供たちがすごいおじいちゃんになった時見たいなとかって思ったらさ、うん、急に泣きたくなっちゃうんだよ。いいね、そう考えると寂しいよ。でもこうやって寂しいねって思えることもなんか幸せだよね。そんな相手がいるんだもん。これさ、だからさ、うん、法則としてはさ、こうやって一人で今こうやって二人でも話してんじゃん、うんうん、で一人でもさ、うん、ああこうだよなとかさ、子供に対して、うん、ああもうちょっと優しくしたいなとかさ、うん、ああみーちゃんに対して最近優しくできてるかなとかさ。誰、私に対して？そう私に対しても思ってくれるの？そう思うよ。へえー、じゃあ親に対してもさ、うん、あ、優しくできてるかなとかさ、うん、いろんな方面でね、うん、思うけどさ、こう方程式としてさ、うん、そう思った時帰ったらイラつくっていう。わかる。勝手なんだけどさ、うん、勝手なんだけどね、うん、あ、なんか想像と違うみたいな、よしちょっと今日はみたいなさ、帰るとさ、なんかはみたいなさ、うん、で向こうのね、年取ったら向こうの自我が強かったりするからね。なんかセンチメンタルな気持ちなんだ、どうしてくれてるって思うよね。勝手なんだけど、確かにね、うまくいかないな。でその時はさ、親のうるささとかさ、うん、なんかめんどくさい部分もあるわけじゃん、みんなね、うん、そこをもう全部取っ払ってさ、うん、すごい綺麗な感じで見てるじゃん、うん、なんかこうだな、うん、こうだな、寂しいなとかで見てるからさ、うん、癖忘れてるもんね。エクチェンどう？ん？久しぶりに、なんか重たいわって感じ。どっしりしてる感じ。そうディフェンダー重たい、重厚感すごいね。いい感じ、ディフェンダーいいって言わせようとしてんじゃん。いい感じだよ、運転もしやすいし。ありがとう。
Defender 言ってみて。全然言わないじゃん。言ってみて。え？ Defender 違う。Defender はい。Defender 何が面白いんだよ。どこ行くの？これ道が分かんないんだけど私。まっすぐまっすぐ。まっすぐでいいのね。で表参道行くんでしょ？うん。うん、まっすぐ。ずっと一緒にいるね。飽きる時ある？もう超えたよね。だってさ、まあ普段家でも飽きてんのかよって言わねえんだ。超えたからいいかなと思って。よかった。危ねえ危ねえ。超えてなかったら怒られるよ。だってさ家でもさ1時2時までさ2人で話してさ、ね、本当だよ。で休みの日はこうやって一緒にいるわけでしょ。で私が仕事の時とか私といない時、まあ、編集してるわけでしょ。私といない時じゃあ俺仕事してないみたいに。だから私が仕事って言うと仕事してないみたいになるから、私といない時間でその相手新幹線乗ってる時とかさ、編集したりさ、でこう休みの時も編集したりさしてくれてるわけでしょ。あ、常にミキティを感じてるんでしょってことみたいな。私といなくても私の編集してるわけじゃん、うん、どう？どうってたまんないでしょ。ん？いやもう本当に超えたやつ。いつぐらいに超えたの？今年の最近じゃん。え？なんかもうなんか2人目が生まれた時かな。でもさ8年とかだよ今年の、うん、山あった、うん、10月中旬ぐらい。しかもすごい最近じゃん、うん、ここ2、3ヶ月ぐらいで超えたんだ。それまではつらかった。つらかった。何が決まってなかった？なんで結婚したんだろう。思ったのかよ。ひどい話だよ。イチョウ並木行きたかったんじゃないの？イチョウ並木行きたい。足りなかったな、うん、酸素が。イチョウ並木痛かったんじゃない？行きたかったの。え、左？イチョウ並木は左じゃない。あ、右？右側だけどまだまっすぐ。私脳みそ終わってんなって思う時あるんだよね。タクシーで帰ってる時とかにさね、うん、信号右でっていうのにさ、もうちょっと、ねね、寝てるじゃん。そう、信号左でちょっとさ、タクシーの運転手さ、左って言われてるから左に曲がるじゃん。えと思ってさ、でも思い返したら私すごい左って言ったわ。あ、でも全然眠くない時にもあるよ。本当、うん、普通に、あ、その信号右でお願いしますって。ブイ、うん。あ、左だった。あ、すいません、すいませんって左でした。回ってくださいみたいな。そうそうそう。あれもない？こう例えばさ、なんか調べようと思ってさ、検索こう開いてさ、うん、検索開く前にさ、うん、なんかニュースがボンって出てきてさ、うん、あ、なんだろうこのニュースってさ、クリックしてさ、うん、って読んだ後にさ、うん、あれ、うん？何検索しようと思ってたんだっけ？ってない。めちゃめちゃある。それ私何もクリックしてないのにある。携帯持って開いた瞬間、え、なんで開いたんだっけ、前段階で、うん、だって違う情報が入っちゃって、自分の検索の思考がどっか行っちゃったみたいな、迷子になるみたいな話なんだけど、うん、その前なんだ。やばいんだって本当に。だから新業さんね、にかけて、行事にかけて電話をで、はいとかけるじゃん、うん、でかけたんだけど何言うか全然わかんないんだよとかっつって、思い出せない、ないね、何だと思うとか言ってわかんないですとかって言われてさ、でなんかこれかなっていうのあったらちょっと電話してきてっつって、私ももう一回思い出してみるからって言って。いや難しいだろそれ。なんかあるじゃん、この後の仕事とか考えたらさ、あ、きっとこれ聞きたかったんじゃないのかなみたいな。次右？どこに行きたいの？え、イチョウ。あ、イチョウ並木行きたいの？うん、イチョウ通ってから行こうかな。このあれじゃない、車止まって写真撮るように行くんじゃない、この前の弾けてる車。あ、オープンか、うん、すごいね、満喫してるね。
願が溢れ出てるもんね、うん、この旧車で赤くて、ね、オープンカーでてもうモリモリに念願が叶ってるの、うん、昔のアメリカのなんか映画で見たんだろうね、うん、好きなんだろうね、それがもう出ちゃってるもんね、うん、隠しきれない、隠しきれない、なんか普通に乗ってるけどさ、確かに別に、まあ、好きじゃないんだよみたいな、オープンカーは買ったことないよね、オープンカーはない、うん、レンタカーはしたことある、一人でグアム行った時、でもそっか、家族で行ってたら乗れないもんね、そうだね、オープンカーって何、二人乗り、二人乗りもあれば普通に5人もある、ね、4人乗りと5人もあるんじゃない、え、いいじゃん、借りるか今度ハワイで、うん、すごいテンション上がるんじゃない、みんな、あーってやるんじゃない、荷物入れられないからね、そのリアルな話、そうか、そうそうそう、それとは別にみたいなのの借り方はできるけど、うん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 、移動逆にタクシーでして、その空港からのね、ああなるほどね、してその島にいる間はオープンカーっていう方法もあるよね、なるほどね、確かに、でも動画とか撮りたくなっちゃうでしょ、風 NG だからえ、そうなの、うん、風 NG です、そうなの、それで止めとけばいいじゃん、え、いやもう舐めんなよハワイの風でも辻ちゃんがジェットコースター乗ってもこのまま前髪できる技は知ってるからそれはただこうやってやってるだけ、違うよ、スプレー前髪一本使うそしたらこうやってバーンっていかないの、いかないの、すごいよね昔よくあんなに固めったよねって言ってあ、うわすごいね、うわうわこれだよ、れちょっともう落ちちゃって、ハゲちゃってんのはちょっと寂しいぐらい、おい、気遣いよ、あの兵道さんだっけ、うん、あそうだよ、なんかパーマかすごいふわふわになってたよ、そうそうそう、帽子かぶらず出てた、あのその生えてきたっていう部位で出てて、あそう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 、ふわふわだった、すごいね、今だからそう考えると諦めなくていいよいやマヤミって出さなくていいんだ諦めないで、ね、だって昔はさもうそんなんないから、右から持ってきて、左から持ってきて、後ろから持ってきて、確かにね、してたわけじゃん、そこまではハゲてないんだよね、横にハゲていってるからね、こうそこだけ欲しいんだよね、ピンポイントで、こういってないじゃん、意外とこのさ、なんかおでこのシワがあるところはおでこなんだよって言うじゃん、そうなの、そのハゲた部分にはシワはいかないじゃんってこと、ああのハゲてないから、そのそういう会話をしたことがない、ここおでこだね、そうそう、最前列のこのシワから全然ないじゃん、うん、こうおでこなの本当は、うんうんうん、でもこうここだよね、そうこうハゲてきてるから、は鶴瓶さん式だよね、でも M 字なわけでもないじゃん、なんかだからこう横にハゲていってんだよね横ハゲなんだよ、新しいね、後頭部ハゲとかさ、後頭部ハゲはないじゃん、頭頂部ハゲでしょ、後頭部はここだからあ、そっか、だからお薬とか飲んだら生えるんだろうね、ここにね、ファーッとね、そうじゃな、不思議だよ、え、毛穴がなくても生えるの、すごい、不思議だよね、で夢あるよね連れてきてあげようかな、うわ、込み込みじゃん、うん、もうテラスも、そうだね、でも日曜日なんて来たらすごいひどいことになってる、あ、催し物もやってんじゃん、本当だ、なんかテントみたいなのあるね、うん、
綺麗、大好き、ここの道。枯れちゃってるね。もう落ちてんだよ、だその絨毯の上を歩くんだよ。ああ、そうなんだ。ほら、そういうところ、そういうところ、すごいじゃん。なるほどね。綺麗だったね。綺麗だった、やっぱりいいね。あ、ダメだ、すげえないね。あら、こないだメールしててさ、ね、うん、なんかここの焼肉屋さん読んでたら美味しそうだったよってさ、メールくれたじゃん。で、なんか、そんな雑誌見て私のこと考えてくれてたのって言ったらさ、うん、あなた中心ですってメール来たじゃん。え、恥ずかしいの？もうバラさないでよ。じゃあな、ね、あのキュンとしちゃったんだよね。じゃあバラさないでよ、違うじゃなくて。そっか、私もだよと思って、うん、もうやめてよ本当に。いいじゃん、私は嬉しかったんだから。で、これを俺が編集で残してたらさ、うん、結局残すんじゃねえかやっていう。残しといて、あなた中心、あなた中心です。ね、やめてくれよ本当に。それと同時に、そういないところで言ってくれよ、俺が。それと同時に恥ずかしいから。あ、この人かわいそうだなと思って、私中心で生きてるんだ。もういい、卒業して。じゃあダメね、卒業するよ本当に。沼ってるでしょ、沼ってるでしょ。え、ね、沼ってんでしょ。いつも思うんだ俺は。沼じゃないよ。自分の人生なんだけど主人公になれてないなっていつも思うんだよ俺は。そんなことないよ、俺はもう自分の人生を歩みたい。歩んでんだよ、自分で選んでんだから。沼じゃないよ、無理地獄。飲み込まれちゃうよ。砂漠で。早く卒業したい。卒業制度設けてないので、残念ながら脱退か。強行突破、失踪という。失踪しても5年後ぐらいに帰ってきそうだもん。すっごいひげもちゃで。失踪してもそんなに悲壮感ないだろうね。そうかな、うん、え、どうしてって思うけど、最初すぐみんな忘れるでしょ。俺の失踪なんて。あ、悲壮感でこっちが悲しいってこと。あ、失踪感、失踪しても、うん、なんかこう、え、びっくり最初はするけど、うん、もうすぐ忘れるだろうねって。忘れるとかじゃないんじゃない。そんな衝撃走んないでしょ、俺一人いなくなったって。よく家出するから。よく家出するからとか、家出はもうしてないけどさ、うん、しなくなったの、うん、でもいなくなったらどうなるだろうなって本当に思う時あるよ。いや、いなくなったらどうなるだろうなはさ、いなくなったらそれは寂しいのは当たり前だけどさ、いなくなったらいなくなったで大変だから、それをみんな一生懸命生きるしかないから、そのそれどころじゃないっていうだけじゃない。いや、すごい迷惑かけるんだろうなと思うから、とど、うん、まってる、とどまってるっていうか、まあどうなるんだろうなっていうのはさ、しないにしてもさ、そういう世界ってどうなんだろうなって思ったりはするよ。どこに行くんだろうなとかさ、どこで潜伏するんだろうなとか。潜伏って私から逃げるってこと？ね、潜伏ってどこだったら見つかんないんだろうなとかさ、なんか考えたりするんだよ。こう、その場合って相当計画的に行かなきゃいけないよなとかさ、そうだね、渡航履歴とかもさ、バレちゃうわけじゃん。そうだね、調べようと思ったら、だから何十手も考えないと、携帯電話もさ、なんかね、別の携帯電話なんてもういらない世界でしょ、失踪するんだから。確かにね、携帯の電話持ってたらまだなんか誰かと連絡取りたいと思ってる覚悟が足りないもんね。そう、失踪する、私から失踪するには覚悟が足りない。そう、別の携帯持ったとしてもさ、いや、お前誰かと連絡取ろうとしてんじゃんっていうのはさ、なんかあんまりこう甘っちょろいよね。だからもう
通信機器はもう全く持たないんだろうなと思う、そういう時って、うん、あとはもうどうやって飛ぶかだよね。何を一生懸命考えてどうやって飛ぶかだよねじゃないよ。でどう最終的にどういう状態で見つかるんだろうなって思う、うん、俺見つけるとき楽しそうだよね意外に道端で見つけたりね、怖いだろうな、ちょっと待ってみたいなね、すごいよね、うん、そういう世界ってどうなんだろうなって思ったり、思わないでしょ全然。思わない、全く自分がどっかにいなくなるなんて考えたことがない。行ったこともない外国に、聞いたこともない街でさ、うん、生活したらどうなんだろうって、自分はどうなんだろうって。あ、いやそれはなんだろう、失踪とかじゃなくて普通にそういうところに生活してみたらどうなるんだろうなはあるけど、それは父ちゃんは逃げてのその生活じゃん。そうそうそう、その隠れて、私はもう普通にここで生きていこうっていう挑戦みたいなところではあるけど、受け入れてくれたその外国のさ、うん、裏みたいなところでさ、うん、ひっそり暮らすんだけどさ、うん、一人だけなんかこうインターネットができるやつがいてさなんか日本でやってる YouTube とかさ見つけてさ、うん、これお前じゃないか、探してるぞみんな、すぐそこから逃げる。寂しがり屋じゃないあなた。うん、そうでしょ、寂しがり屋じゃないよ。違う、暗い話させんの。だってそのあなた中心で、もうやめろ本当にやめてくれよ本当にやめてくれ、ね、マジで、ね、マジでやめてくれもうやめよ俺はっと思って私だってもうやだよ、私中心なのってやだよもう俺熱いよ本当にやめてくれもう自分おいもう編集しないぞこれお腹痛いレタスに続いてお腹痛いマジでそうなったらもう終わりだよ、もうそんななんかさ、ここのさ違う、私は、ね、違うってそれをさ、笑い違う、あ、待って、しめしめと思ってるでしょ、違う、違うよ、いいのもらっちゃったねみたいな、違う、私は本当に嬉しかったんだよ、だからもうこれ回ってる回ってない関係なく、いやすごい嬉しかったんだよねっていう話をしてるだけで、勝手に照れてるだけだよ、なんだったら、いやそれは照れるのやめてほしいもんだって、そんななんて言ったんだっけ入れよ、これ平置き無理なんじゃないほら、どうにかやってない無理だよ、ほら来た、いけ、うん、そこ一台止められるよ、でも止める、うん、でもまたすぐ来ちゃうんじゃない、でも1時間でしょ、そうだ、参ったな、いや、ちょ参ったな、ずっちいな、いや本当に純粋に嬉しかった、いやもう本当に本当にやめて、こんなに嫌がるなんて全く思ってなかった、いや恥ずかしいからそうだろぐらいな感じで言われると思ってたよ、ね、だって俺はあなた中心で思ってたマジで本当に違う、そんなに照れるからこっちがおかしくなってきちゃう、そんなのさ日常で送ってるって思われたらさこの YouTube ではさある程度こう隠してさ我慢してんだもんね、そうそうそう引かれちゃうから、あんなに障子詰めてんなとかって言われてさ引かれちゃうからさ
もっとミキティの愛に応えてやれよとか、うん、そうそう、すごいあるけどさ、もう答えてんだよっつってんのにさ、思ってんのにさ、やめろ本当に。もう。ああ、面白い。こんなに嫌がるなんて全く全然想像もしてなかったわ。ひどいよ本当に。約束が違う。違う。私純粋な気持ちで喋って。もう終わりだからね、それもう。ね、そんななんか、あ、しめしめと思ってこれ言ってやろうっていうさ、よかった、風に思ってんでしょ、どうせ。思ってない。ね、思ってない。あ、お腹痛い。じゃあ止めて。この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上、ハローミキティチャンネルでした。